おっと、このままでは和んでしまいそうです。さあ、働きましょう。あぶねえ。なんだよ、ハオリムシ。電気柵があるからこのままじゃいけないね。よし、じゃあ洞窟進もう。赤と毒か。じゃあこのところで白ピクミンがゲットできるんだ。紫連れてきて大丈夫だったかな。さて、白い花園。でも花園っていうと、まあ、個人的にはあのラグビーの花園を思い浮かべてしまうんだけど、それはジェネレーションギャップかい。でも俺ら世代でもスクールウォーズはだいぶ古い作品なんだけどね。でもやっぱりあの、俺は今からお前たちを投げるっていうのは、あのテレビ番組でよく聞いてたわ。よいしょっと、紫ピクミンぶん投げとけば大体の敵はすんなり倒せると。じゃああと運ぶのは赤にお任せだね。うん、運ぶのは赤にお任せで、なんだろう、ん、なんだこれ、なんだか全然わかんねえな。なんだろう、なんかのクリームとかかな。こっち側はなんもなし。オッケー。じゃあ解散。じゃあルイくん洞窟前待機。なんだろうな、このお宝の正体気になるな。え、なんだろう、シューポリッシュってことはあれか、靴磨きのワックスとかそういうやつかな。多分そうだよね。シャイン&プロテクトって書いてるもんな。うん、これで死ねって読んじゃダメだからね。よくある、なんだろう、意味がわかると怖い話ってあったりするけどね。死ねを、シャインを死ねって読み間違えて自殺しちゃう女の子の話とか。そういう、なんだろう、意味怖とかあったね。白い花園、地下2階。いやー、でもこういうところ怖いなー。ピクミン吹っ飛ばされたり、間違えて投げて死んじゃう時とかもあるからなー。まあでも紫で一気に先制攻撃仕掛けるか。よーし、早いもんだね、紫。紫、ほんと強えな。とりあえず、紫、まとめてぶん投げときゃ、豚ドッキリぐらいなんとでもなるもんな。ピュアクリスタル。あ、惜しいな。もう、ピュアでクリスタルっていう考えなんだね。ドルフィン号としては。あともうお宝とかないのかな。いや、でもセンサーが震えてるな。またなんかあるぞ。どこだ？ああ、あったわ。なんてことない。普通に置いてあった。これは何のジュースの王冠かな？ココナッツウォーター。アラガイヌエンブレム。まあなんだろう、オリマーの説明聞くの楽しみだわ。いやー、お宝のね、説明とか、オリマーのなんだろうな、文才があるからか読んでて楽しいもん。さて、うん。ちょっと喉の調子が悪くなってきたな。ここら辺は、あーでもこれはキノコなんだ。キノコか？キノコかな？ LED にも見えるけど。あー、ポンガシ草があるね。白ポンガシだ。
地下深くにこんなに大きな花が咲き誇っているとは。ここは少し暖かいようです。この洞窟、熱がこもりやすい構造なのかもしれませんね。お、またもやピクミンたちが花の中に投げ入れて欲しそうな顔をしていますよ。そしたら、紫を間違えて投げちゃわないように、赤ピクミンだけ。よいしょ。よし、これで大丈夫かな？うん、これで全員入ったね。はい、ルイ君おいでー。二人で引っこ抜きますよ。よいしょー。あー、白ピクミンも可愛いなー。毒を吐いたりするんだけどさ。なんと、白いピクミンです。小さな体ですばしっこそうです。目が不気味に赤く光っています。こんなピクミンはオリマーさんのレポートにはありませんでした。全く新種のピクミンです。データレコードは真っさらの空白。お二人がいろいろ試した結果が貴重な観察データとして後世に残るのです。はあ、でもここで白ピクミンがいれば、あ、でも白ピクミンとレーダーセンサーがあれば、埋まってしまったお宝も見つけることができるんだよね。ああ、これは白ピクミンも重要になってくるな。よし、みんなおいでー。あとは大地のエキスがあれば完璧パーペキなんだけど。いたー、いたけど届かない。よし。届いてないな。紫。これぐらいの距離で。くそー。赤。君ならできると信じてる。よし。よーし、やっとだ。やっぱりロックオンってすげえ革新的な技術なんだね。ん？あ、白ピクミン頑張ってるのが見えないよ、紫。紫が被って、白ピクミンの頑張りが、なんと、白ピクミンが地面に完全に埋まっているお宝を掘り出しました。おそらく、あの赤い目が地中に埋まっている物体を感知しているのでしょう。どうか。じゃあ赤いピクミンに赤外線みたいになってるのかな。あ、ガムテープだ。あー、待って、とりあえず白だけ残して、あとで、うん、白だけ残して、ちょっと待ってね、白。よし、確か今葉っぱなのは白と、白と紫だけだった気がするけど、どうだろう。全員飲んだ？みんな花になったかな。いやー、こんだけ花になると本当に綺麗だな。いいね。テンション上がるわ。やっぱり花畑とかってテンション上がるんだろうな。菜の花畑とか。それこそ富良野のラベンダー畑とか見たことないけど、やっぱりテンション上がるのかな。よいしょ。ちょっと見回りぐるっとしてきて、センサーに何の反応もなければいいんだけど。うん、これはガムテープに対する反応だもんな。まあ、いや、ルイ君はとりあえず洞窟前待機で。80か。まあまあまあ、ガムテープだもんな。粘着キー G は80ポコね。まあでも80ポコって言っても、ここ建て運送にあった、いろんなガラクタよりは高いわけだもんね。だって、ドルフィン号しか売れなかったんだもの。かわいそうだよな、オリマーさんも。やっと帰ってきたら、愛車を売られて、家族に会ってのんびりしようと思ったらトンボ帰りだもんね。
辛いわ。うわ、毒がめちゃくちゃあるな。じゃあ本当にここは白ピクミンに頑張ってもらおう。でも白ピクミンまだ10匹ぐらいしかいないからな、ちょっとずつゆっくり進むような形にはなっちゃうね。でもあと埋まってるようなお宝もなさそうだね。まあとりあえず毒のやつは全部止めたっぽいし、うん、じゃあこの一番怪しいところ、あー、これはん、何竹だ、紅天狗とかそういうもんでもなさそうだしな。うん、毒つる竹とかはもうちょっと赤くて変な形をしてた気がする。え、なんだろう。え、卵竹はもうちょっと違うもんな。なんだろう、紅天狗竹かな、やっぱり。サバ、そうか、サバイバルキットね。そうだね、歯だけは大事だよ。この社会を乗り切るためのサバイバルキットだよ。口は災いの元なんて言うからね、やっぱり大事に保護していかないと。目に毒キノコか。食べても毒キノコだけどね。でも毒キノコって意外と美味しいって聞くけどね。まあ食べた後が大変なんだけど、結局毒キノコの毒成分っていうのが旨味成分になったりしてるものもあるらしくて、だから食べたら結構美味しかったっていう研究結果があったりするものもある。まあそういう人は大体病院送りになったりしてるんだけどさ。まあでも毒キノコの確実な見分け方ってなると、舌で舐めるとか食べてみるっていうのが確実らしいからね。食べて何もなければ毒キノコじゃないとかっていう、そんなバカな会話をしてたらファイナルフロアか。ちょっとオリマーさん、ちょっと一人で行ってきて。ん？卵。いやいやいや。あー！オッケー。オッケー、理解。まあ、そのなんだ、白ピクミンを食べさせれば早いっていう話もありそうだけど、さすがにそんなかわいそうなことはできない。まあまあ、ルイ君、そういえば、あれか。ヘビガラス、初体験か。じゃあ見てるから一人で頑張ってきてよ。うん、ルイ君一人で頑張ってきて。とりあえずね。